釧路海軍航空基地は、航空機の整備員を養成する施設として、昭和19年4月に解体。昭和20年3月、第22連合航空隊に編入され、予科練教育の場として使われる一方で、特攻隊の出撃拠点となりました。鹿屋から、だいたい10キロぐらい離れた場所に、この基地はあります。丘の上に立つ、慰霊碑の後ろには、釧路基地から出撃されて、戦死された方々の名前が刻まれているのですが、明らかに何かを消したり、名前を追加したような跡があるんですよね。非常に、気になります。それでは、この周辺にある施設跡を、見に行きましょう。何事もないように、畑のあぜ道に突入します。基本、基地跡は、戦後になって民間に払い下げられたケースが多く、畑だの、田んぼだの住宅地などになってることが、多いんですよね。おおむねそういう場所は、観光地として認識されておらず、基地の残存物を探している人間って、地域の人から見れば、恐怖心者です。畑の中に見えるのは、地下司令部号跡。地上に司令部施設があると、空襲で被害を受けるので、地下に指揮所を作ったわけです。明らかに私有地だし、近くに同じようなものがあるので、近寄らなくてもいいかもですね。さて、やってきましたのは、地下壕第一電信室。ここは整備されていて、中に入ることができます。早速中に、入ってみるのです。入り口部分は、爆風や爆弾の破片が、直接壕の内部に入らないように、分厚いコンクリート塀で覆われています。地下室へ続く階段、深さはどれぐらいあるでしょうかね。7メートルぐらいあるでしょうか。壁面はかなり綺麗に施工されています。爆弾の直撃に耐えられるように、作られているはずですから、この壁もかなりの厚みを持っているのでしょうね。そしてここが、地下電信室。5台の電信機が置かれ、3交代、24時間体制で任務に当たっていました。地下室内には、案内板があり、ボタンを押すと、特攻機が突入時に発信した符号を、聞けるようになっているのですが、壊れてましたこの電信室では特攻隊が発した無電を受信していたわけで突入時に決められた通りの符号を打つと思いましたが特攻に反発心を持つ者の中には連合艦隊のバカ特電を打って突入した人もいたそうです特攻隊員となった人たちは、無数におり、その人たちが全て同じことを、思っていたわけではありません。一部の人がこうだから、と言って、それが特攻作戦の全体像であるとは、言えないのです。特攻作戦を語るには、大量の個々のケースを積み上げていって、分類していかなければならない、と藤原さんは思うのです。川東演隊号。近くにあった海軍航空隊笠の原基地の航空機を格納するための掩体壕です。海軍笠の原飛行場は1922年に開設された飛行場です。かなり早くから作られた飛行場なのですが、緊急時の着陸施設として使われ、そこまで大規模な整備は行われませんでした。昭和19年1月に海軍航空基地に格上げされ、基地としての整備が進み、日本の滑走路、200に近い掩体壕が設けられ、作戦拠点としての体制を整えます。しかし、昭和20年3月18日、沖縄上陸作戦の事前攻撃として大規模な空襲を受け、基地施設は全滅。それでも、5月には一部基地施設を復旧させたようで、冷戦50機が緊急配備されたそうです。終戦後、基地用地は無償で地元住民に払い下げられました。そういう次第で、滑走路と輪の内になり、200近い数があったという掩体壕も、この一つを残すだけになっています。
旧軍の掩体壕というものは、規格化されていまして、どこにあるものでも、大体同じ形をしています。とは言っても、陸軍と海軍では違うのですけれどもね。ちなみに、この川東の掩体壕は、海軍式なんですよね。後で解説しますけど。先ほど言いましたが、この川東の掩体壕は、海軍式の掩体壕なのです。陸軍式、海軍式、どこが違うのかというと、こちらが、陸軍式。こちらが、海軍式です。画像を見ただけで一目瞭然ですが、海軍式には、前面に爆風よけがあるのに対し、陸軍式には、それがありません。ここら辺は、陸軍と海軍との運用方針の差なんでしょうね。翻って、川東の掩体壕はというと、前面の爆風よけがありませんね。というと、これは陸軍式なのかというと、差にあらず。実は、掩体壕の端の部分に少しだけ残っています。まあ、戦後になって、爆風よけが崩壊した可能性もあるのですが、ここは徹底的な空襲を受けた場所なんで、空襲を受けた際に破壊されてしまったのかもしれませんね。また、掩体壕の横には、海上自衛隊、鹿屋基地内にあった掩体壕の破片が展示されています。笠野原海軍航空基地、地下通路入り口。滑走路の下をくぐる形で作られた地下通路の入り口です。さらに、この近くにある笠野原海軍航空基地、加工品格納所周囲米。知ってなければ、ただの民家の壁なのですが、よくよく見ると、弾痕が残っています。10年ぐらい前と比べると、この周辺の戦争遺跡もかなり整備され、見学しやすくなっています。今と、過去を結ぶものとして、末永く残ってほしいなぁ、と、藤原さんは思うのでした。それでは、次へ。